ローランド・ブジュノフ、ローランド・ブジュノフ、または、ローラント・ディブランホフは、フランス生まれのフランス・アメリカ両国の国籍を持つ、絵本作家で、ゾウのババーリ絵本シリーズの作家として、広く知られている。ローランド・ブジュノフは、画家の父ジャン・ド・ブジュノフとセシルとの間に1925年に、パリで生まれた。父の影響を受けて、グランド・ショミエール芸術学校で、学び、モンパルナスで、 しばし画家生活したが、その後父が始めた、ゾウのババール絵本シリーズを続けた。ローランド・ブリュノフは1951年に、マリー・クロード・ブロックと結婚して二次があるが、1985年に、別居し、1990年に離婚している。彼は1985年に、アメリカへ移住して、1990年に当時、ウェズリアン大学教授のフィリス・ローズと結婚して、 両者は現在ニューヨーク市とフロリダ州キーウェストを住み分けている。ドブジュノフフ氏の絵本シリーズの始まりは、もともとローランの母セシルが話したもので、子供たちにせがまれて、父ジャンが1931年出版のゾウのババール、子供の頃のお話、た全部で5冊の本を出版している。父が若くして、結核で亡くなると、ローランは残された原稿をもとに2冊の本。 ババールの家族とババールとサンタクロースを完成、出版している。その後ローランは自身で1946年の21歳の時にババールとイタズラ・アルチュールがババールシリーズの最後になると言っている。例えば最新作の英語版ボバー、S ガイド2パリが2017年2月に出てから半年以上経ってからフランス語版。 ボバーアパリが2017年11月出ている。ゾウのババールシリーズボバーイセカコンディアーサー、ババールと、イカズラアルチュールピケ、ニクシボバー、ヒク、ババールのキャンピングボバーダンエル、イールオオアゾウ、ババール鳥の島へ、ラフェットでセレステビルボバーイルプロフィスはグリフィトン、デシャトーでボバーボバーイエンヌはメリークボバーニューヨーク、エル、アニベルセルでボバーボバーシュールラプレネット、 モールレバカンスデゼファー、サルノゼフィール、夏休みの冒険ボバーイルユーリー、ウーリーボバーイルキャトルボルアボバーイルファントームボバー、イサフィーユ、イザベルラビクトワールデボバーボバーイラセテペルデュクーデフド、オジュデセレステビルエル、イールジュパラディーボバーパリ。ありがとうございます。